朝から晩までしないと、何から何までしないと、あなたも私もちゃんとしないと、いと朝から晩までしないと、何から何までしないと、から始めるちゃんとしないと。はいこんばんは、こんばんは。はい、えー、本日も生放送で始まりましたワイズバンクプレゼンツちゃんとしないと四十七回目。 はいはい、張り切っていきましょうということで、うん、今日もひろしとまさきと徳、えー、ちゃんと、えー、ギブスじゃないよなんだっけサポーターが外れた直しと4名でお送りしたいと思いますが、はい、今週もちゃんとしてましたか、はい、早いね早いですねで早速のりちゃんとからいきたいと思います、えー、先週の放送で久しぶりにひろしの姿を見て生存確認ができてよかったです、はい、生きて帰ってきましたよ 「えー週刊ちゃんと」のコーナーで取り上げることが必須かと思いますが青森製造業者の赤字体質について今日の琉球新報の社説でも取り上げられていますが今更慌ててどうするのという感じがしますと過去にえ全国に4000もあった日本酒の蔵元が今では1700と半減以下となっています日本が誇る日本酒文化を守りたいけど経営が成り立たなければ潰れるんです 鹿児島の、えー、焼酎の蔵元の経営者とご縁があって知り合いになり鹿児島まで蔵元見学に行ったことがありますが国内販売の拡大に努力をされているのはもちろんノンアルコール焼酎を開発して、えー、飲酒禁止のイスラム圏に輸出するなど相当な経営努力をされていらっしゃいますと、うん、で今さらあたふたしてお涙頂戴劇を演じ,る演じているようにしか見えずこれを機に本腰を入れて青森製造に従事していただきたいと思いますということでこれどうですか ちゃんとしてる <laughs> すごいね。これまあ本当に今日やります。青森のお話は。特集ね。はい。でももう勢いをつけていただける。うん、まあやっぱりそうですよねっていうね。うんうん、もうノリちゃんが言うんだから。そう。もうやっていいです。うん、<laughs> もうやりたい放題やっていいですけど。はい、まあまたあの詳しく記事で触れていきたいと思いますけど。はい。なんかオープニング面白い話ありました最近。今日なんか頭についてますね。ああそうそう。 ゴープロっていう新しいカメラをよくね今最近テレビ番組とかでロケとかやるとき持ってますよね買いました買いましたはいこれは置いといてオープニングでしょえっとなんだっけジムの話なんですけどちゃんと大丈夫それちゃんとできるやつジムのまあジムっていうかおじさん <laughs> まあ俺も37だからそろそろおじさんなんだけど <laughs>、はい、おじさんってさ、はい、やたら声出すの分かるなとかでお風呂で、うん、お風呂に浸かってあ気持ちいいなら分かるんだけど、うん、今日のおじさんは、うん、お風呂場から上がると一旦脱衣所みたいなとこがあって、うん、そこでみんな体拭くわけよ。うん でこのおじさん、体拭きながら、うん、うわー,あー、気持ちいいあー、気持ちいいって言うんで、<laughs> ずーっと気持ち8回ぐらい言うわけさ、おい、うん、何触ってんのかなって見たら、すね <laughs> ただ拭いてるだけだわけよ。すね <laughs> 拭いてるだけなのに、<laughs> うわー、気持ちいいって言うわけよ。うん、嘘でしょ。<laughs> いや、分かんない、すねになんか性感体があるかもしれないでしこんな、体拭くだけで、こんなに、あー、はー、っ、<laughs> って言うわけよ。 あのちょっとぜひそれ見てみたいですけどねこんなおじさんになりたくないなっていう,ていう話ね皆さんいかがお過ごしでしょうか<笑><笑>展開がひどいけどはい、はい、まあそういうお話でしたということで、はい、早速コーナー行きたいと思います「週刊ちゃんと」<laughs> はいこのコーナー広瀬正樹が新聞記事気になる新聞記事をピックアップしてお届けしています、うん、ということで早速いきます はいえー、10月30日、琉球新報総合面からですね、はい、鉄軌道、通勤利用7割ということで、えーうん、県が28日に公表した鉄軌道が導入された場合の県民の利用動向アンケートによると両目的別に通勤で68.9%観光レジャーで72.3%が条件に関わらず条件が整えば鉄軌道を利用すると答えたと。 で観光客では80%が利用すると回答したと。で、えー、鉄軌道利用で通勤・通学で重要と考える条件には、丸1、駅までの近さ、丸2、運賃の安さなどの利用のしやすさ、丸3、バスや駐車場など、自宅や目的地との移動のしやすさ、丸4、駅周辺、商業施設などの立地を挙げた意見がそれぞれ8割を超えたということで、これどうですか。ちゃ,ちゃんとちゃんとですよね。ちゃんとでしょ。 ちゃんんとなですねだって鉄軌道ができたら乗りますか乗るでしょもしあのジャンボジェット機あったら乗ります自ジェットあったら乗りますか乗ります !1000 万宝くじ当たったら使いますか使うでしょなんでこれで鉄軌道必要でしょって言われたらちょっとクエスチョンなんです。よ実際さっき読んだうに 駅までの近さが重要なんで、<う>この A 路線で行ったときに、うん、あなたは利用しますかが正解なんです。どこの誰に聞いたかもこれわからんし、はい、一応、インターネットで調査という、うん、ふわっとしてますよね、これでほら、7割利用するでしょみたいな言い方がすごいよね。うん こんなんでね、組体操しますとか言われてもね、なんで組分からんけど、おかしいさ、理由が。取り方がおかしいですよね切り取り方が半端ないっていう。実際、じゃあ本当にここの路線、今ね、いくつか候補がありますけど、実際それで通勤できるかって言ったら、多分できない、できません。もう本当に那覇から名護までもし、ちんちん電車とかやるでしょ、もう誰も乗らないさ、危ないよ、電車の中が逆に。 だからやっぱりどうなんだろうね、本当に今、鉄軌道の話が進んでますけど、まあ、前も記事の中ではまあ必要じゃないんじゃないかっていう、ね、うん、まあ相当の金突っ込まないといけないですからね、うん、時間と。うん、だからどっちかっていうと、本当にあの今、僕、シアトルとか、ちょっと調べたポートランドとか、うん、本当にこの市内をこう車なしで回れるような環境を作るほうが、うだね、まあ現実的かなとは。ススママーートトコミュニティ タウン、うん、もっともっとどんどんコンパクトにねコンパクトシティだそう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 テクマクマヤコンテクマテクマヤコンきれいななんとかになれそれ何ですかコンパクトをこうひらった <laughs> 秘密のあこちゃんがそういうことね <laughs> 分かりにくいですねということでちょっと調査方法を含めてあの、うん、まあ新聞もねなんかそうじゃないでしょっていうのもなんか切り口として変えてほしいですけど、うん まあ一応結果としては7割利用するよ <laughs> と言ってます。そりゃするよ。はい。というお話ですはい。はい。次いきます。また乗り物つながりでよろしいでしょうか、ねお。乗り物。はい、えー。11月2日、琉球新報社会面。はい。本島タクシー値上げ。利用高齢者ら厳しいということで。 1>, 1日から沖縄本島地区のタクシー運賃が初乗りで50円程度引き上げられたとタクシー運賃はこれまでの小型車、中型車が普通車に統合され上限500円から510円の初乗り運賃の上限が550円になったと、うん、でタクシーの利用者からは年金生活などで厳しいえ貧困世帯の多い沖縄を考えてほしいなどの悲鳴が上がったと。 しょうがないと諦める声がある一方でバスに帰るや外出の頻度を減らすなどの対策を上げる人もいたということでこれどうですかちゃんとですよね、まあ、僕もそう思いますね、まあ、実際沖縄のタクシー運賃は安いですし<い>まあこれからこの経済ね、うん、あのデフレ脱却してね、うん、あの人の給料も上げていこうって中で、うん、それは上げてっていうのにタクシーの料金上げるなっていうのはちょっとまたバランスが、うん。うん はい。取れないのかなと。うん。いうとこですよね。はい。はじゃなく何の話するんだとか忘れたけど。ここの中では結局、あの、これまでなんか、お見舞いに毎日来てたけど、ちょっと厳しいみたいな。50円上がったら。嘘でしょみたいな。五十円上がったら。毎日病院行ってたけど、50円あったら、あの、2日に1回に変えますって夫に言ったっておばあちゃんがこれ書いてるんだけど。そうそう。もうこれきっかけだよね。そう。これきっかけで言ってますよね。本当あんま行きたくなかったのかな。 行きたたくなかったんでしょう、ね、まああとそうだねこのおばあちゃんはいつもどれぐらいの距離でお見舞い行ってるのかね、うん、まあそこまでは書いてないですけど愛はお金じゃないのか <laughs> ちょっと気になる、うん、とこですねこれはまあこれでね、まあ、バスを利用するならすればいいし、うん、あの歩,歩く人は、まあ、今これ高齢者だけの記事だけど、うん、ね多分観光客とか全然乗るし、うん、それで売り上げが落ちるってことでもないしやっぱタクシー運転手のやっぱりね環境は、うん、ただまた この上がると一緒に、今度上がるんだったら、やっぱ民間のそういうまあウーバーみたいな、また仕組みが入って、そこはまた競争でしょ、ここはね,ね、こういうタクシーとか値段コントロールさ代行とかはあるでしょ、自由、まだ今のところ自由だね由、うん、はい。まあるあで、その辺はまた値上がりすぎれば、また価格競争が始まるし、ということで、そんなにね、なんて、悲観することじゃないまあわかんない、僕たちはあんまり気にしないけど、まあ、今日乗るから、高っって逆にも酔っ払って言ってるかもね。<laughs> 死に目です。そうそう。いつもより50円高いって言ってそうで怖いけどね。相当居酒屋でも言いますもんね。不正な領収書を見つけたらね。これなんでって言うもんね。ちょっと待って、みたいな。ちょっと来て。俺そんな声じゃないから。もっと感高いから。そうですね。はい。ということで、タクシー値上げの話で知ったということで。さあ、いきますよ。青森。青森。行いきますよ。はい。10月29日、沖縄タイムス一面ですね。うん。 県産米で青森製造全45社3分の1赤字ということで、はいえー、県酒造組合は28日2021年度までに出荷量を拡大させる中期,中期計画を発表した、うんえー、沖縄に適した原料のインディカ米を開発し、えー、純県産青森の製造に挑戦する目玉政策などで出荷量減少に歯止めをかけると。 酒、えー、造会社全45社、各個、うん、休業医者除くの経営状況を初めて公表と、3分の1の15社が営業赤字だったと、各社の経営の透明化、法人化推進も盛り込み、県民の理解も得ながら、酒税減税措置の延長につなげたい考えだということで、これ、どうですか。じゃね、まあ,あの、のりちゃんも冒頭に言ってましたけど。 3連続ちゃんとですね、はいまあ、3分の1赤字と、まあ、これも公表が初めてっていうのをちょっとまあびっくりですけど、うん、結局、個人事業主だから、はいえと、公表する義務もないもんだから、うん、もうベールに包まれてたわけ、うん、で3割赤字、うん、で3割赤字だから、酒税軽減して、また年間100億くれと、うんあまあ、35億かな、うん、おかしくないおかしい ちなみに沖縄県の法人、2>, はい、まあ2万5千社ぐらい申告してるんですけど、はい、赤字何パーセントか知ってるこれはちょっと、じゃあ20%ぐらいで。ブー <laughs> 正解は62%なんです、うわお、赤字、大体赤字、大体赤字でしょ、大体赤字、3割赤字なぐらいで金くれって、おかしくない、はいで、さっきののりちゃんも言ってたけど、<laughs> はい、日本酒の酒造会社、4万社から1万7000、あ四4000から1700、もう半分以上、沖縄の酒造会社45社から1社も、まあ、休業1社,1社だけしてるけど、はいはい、全然統廃合もないし、そうね。 もうはいね、合併すればいいさそうどんだけ守られてるんだよって話だねだって他の会社は6割赤字なんだよ、うん、じゃあうちのまた何でもいい IT 会社も赤字だから税金優遇せとか言わないさ強みと弱みで合併すればいいさなんだろうねだからねだからもう、まあ、言いたいことはたくさんありますけど、うん、まあとりあえず、まあ、このね ピンチって言うんだったら脱却する方向でまずでも僕はまずあの軽減措置いらないとそうだねいってからスタートかなと思いますけど、うん、そこから勝負しないと何にも始まらないかなと思うんでまあそれはエールを込めてねと、はい、いうことでいいんですよねそう別に嫌いううにではいやいやない嫌いでは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 ないです はい痛みを伴伴わない限りはで見てぐらいあの東京の小池栄子さんあのキャンギャルみたいあのあれ小池栄子じゃないでしょ突っ込んでもらっていいえ小池由里子そうそうそうわかりにくあすみません痛み伴ってます小池さん小池さんやっぱガンガンあまあ切り込んでいってますすごいなと僕は思うねはいわかりました続いてまた青森 青森の日っていうのもありましたから1日は、はい、11月1日ねはい、はいえー、11月2日琉球新報経済面、うん、新カクテル発表伊豆産名称発案ゴーヤーカチャーシーということで、えー、沖縄を代表する青森カクテルの開発に取り組んできたザ・青森カクテル推進協議会は、うん、青森の日の1日新カクテル、えー、ゴーヤーカチャーシーの誕生を発表したとうん でえー、ゴーヤーを使ったレシピの決定を受けて実施した名称募集には874点の応募がありグラスの中のゴーヤーをかき混ぜながら飲むイメージと海かっこシーを渡った内南中が一堂に集まって、えー、喜び踊る光景を表現した伊集院さんのネーミング部門のグランプリに決定したと、うん、これどうですかチャーンチャーンスですかねはい。何でですかねまあネーミング上決まったということですけど、うん えっ何かしるんでしたっけ僕はちょっとじゃあんでかどうか再現してみますんでかどうかでしょこのゴーヤー勝ち足がダメかっていうのを実際実際の英会話みたいな感じであレッスンやってみます実例でちょっとじゃレッスン1レッスン1ここは水曜日の夜だけオープンする茶番ティー むやみに人に紹介するのはやめてくださいねよろしいですかおやカウンターに常連の森尾さんが後輩の阿波子さんを連れてきているようですよちょっと切り身を立ててみましょうかあー酔っ払ったなおい阿波子もう一軒行くぞこのカクテルカクテルのバーに行くぞはい森尾さん <laughs> 私、バー行くの初めてなんで、何注文していいかわかりません。おお、あわこ、そんなんだったら僕がおすすめのカクテルがあるからさ、これ取りなよ。はい、何ですか、それは。ゴーヤーカチャーシーだよ。えーゴーヤーカチャーシーい <laughs> や、ささささささ。さささ <laughs> まあ、雰囲気大なしだね。<laughs> <laughs> そうだね。<laughs> でしょ雰囲気大なしだね。これだ、い <laughs> い,い感じのムードもさ、<laughs> 彼女にゴヤカチャシ一杯って言えないでしょ <laughs> まあ、そうなるよね。確かにね。まあ、そ,そういうところも考えてほしいですよね。ちょっと、<laughs> 注文しづらいよね。<laughs> なんかね、ジンリッキーとか、ジンパックとかね。ソルティーダックとかあるさ。はい ゴーヤカチャシー。<laughs> <laughs> ですね。ちょっと非常に頼みにくいと。<laughs> ね、確かに。まあでも、あの、その、伊豆さんに文句があるわけじゃないですよ。そうよそ,そ,そう。そういう発想も大事っていう。実際注文しづらくないかなと思って。<laughs> と思いますよ。もうちょっとね、いい感じの話してるときに、うん、カチャシーはちょっとね。<laughs> やっぱりあの本土の人にも受け入れてもらいたいんだったらやっぱりそういうところに親しみがある名前というか勝、うん、ち足ってなかなか出てこないしね、うん、結構俺、まあ、これお笑い抜きで考えたんだけど時間大丈夫うんちょっとオーバーしますいビターサヨえビターセルビターセル似顔絵って言うんだけどハハハハ あなんかそっちの方がセンスありますねいなんかいちょっと頼みやすいねビターセル1つ 1> あじゃあもう一回ちょっと頼んでみる、うん、最初からえ <laughs> それ長いか時間ない、はいはい、もう一個ね、はい、もう一個直しの好きなのノイズさんみたいな感じ、うん、ノイズグリーンこれなんではな,なんか緑って自然とか優しい目地をあえてノイズっていう層にこうゴーヤーがノイズがグリーン ちょっと、あの、先に応募してもらってより、あそこも終わったから。終わった。すみません。ということで、ちょっと、あの、これ、チャバンティー、ちょっと引き続きありそうなんで。チャバンティー、また出てくると思いますんで。森尾さんとわ子さんのお話でしたね。はい。ということで、以上、今日すべて、オールちゃんとでお送りしましたけどまあ、こういう日もあるかなということで、はい。一回 CM 行きます。ちゃんとしないと押したなえ 3分で喋ってね、あの自転車の。OK, OK <laughs> ちょうどいいぐらい <laughs> <laughs> よかったね。ジャパンティー、面白かったね。そのけちゃんと聞きたい、ね、<coughs> 大丈夫だったかなこれ、途中で止まってたな。尺があるのかなもう多分、SD カードがいっぱいなのかなでもそうう止まったの わかん、とってんの。のんどこにトライやってるおじさんと同じ人って。<laughs> 違うって違う。今日はまた別の新人。ノリ <laughs> ちゃん明日休みなのに遊びに行ってないのかな。ちゃんとしないと。 はいちょっと時間押し気味なんで早速コーナーいきます。まさきのちゃんと知ってるはい、はい、ということで時間2分半ですけども、はいはい、ちゃんと知ってる、はい、どうですか、えっと多分以前ラジオでお伝えしたかもしれないんですけど、はい、浦添市でこラジオでやってないよやろうとしたけど。 サイクルバスライドって言って自転車乗ってバス乗りましょう車で那覇に向かわないでねみたいなまた変なお金が出てるんですけど自転車を貸すとアジャ高架橋58号線のアジア高架橋の下にちょっとスペースあるね最近夜通るとあそこにライトが一個だけあって変なおじさんっていうか普通のおじさんが もう本当に真っ暗なところで自転車30台ぐらいの横に机に座ってるわけです <laughs> 仕事ですからね、はい、<laughs> ひどくない、うん、ひどいねひどいっていうかそもそも僕はこの記事の時にその自転車の走る環境が整ってないの、ね、沖縄って、うんうん、やっぱり、うん、車道歩道を含めて、うんうん、そんな状態で貸し出しても、うん、絶対借りないなって考えたらわかるでしょっていう話で結果すっごいすごい写真がね切ない写真が。 ただいっぱいの自転車とおじさん一人っていうね高架橋と自転車と私 <laughs> みたいな <laughs> 歌歌ってるわけあの人は絶対口ずさんでると思いますよ <laughs> こっちが電動自転車ってたださサドルをこちょっと動かしたぐらいをずっとやってると思うんだけどこれはいつまでの実証実験なのかな <laughs> えー、12月28日まであと1か月もこんなクリスマスにもおじさん一人であそこで。<laughs> もかわいそう、もうやめたらと思うけどね、本当にね、そうだよね、もう現時点で、もうなしにしてもいいぐらい、誰も乗ってないならね、告知はどうなってるんでしょうかね、うん、これは。だって、新聞記事読んでたから分かったけどさ、ね、ちょっと、で、この責任は誰が取るんですかっていうね。うん、いいね、儲かるのかね、まあでもこれは結局、その建設会社、うん、セカンドショーね、名護の、うん、名護、うん、がこう自転車道路作ったさ。うんうん あんな感じで今後また仕事になるかもしれないってことで試みてるのかなって僕のこれ予想ねあるどあなるほどねはいまあちょっとなんていうかな残念ですよね <laughs> <laughs> そ,のその担当になった人の気持ちがちょっとかわいそうだなこの人ね,ねどれぐらい時間がいてやってもらってるのか分かんないけど,いだけどただただ自転車自転車の本当に夢見ると思う <laughs> 本当一回通ってみてよるょ、ねうん、ちょっと通ってみますまだ生で見てないんで、うんはい、皆さんもあぜひちょっと8時ごろ。頃何時までやってるのかなそかなあ一 <laughs> <laughs> 回ちょっと声かけに行ってみよう,か <laughs> うね、ねおじさん何時までちょっと差し入れ持ってコーヒー持ってそう,そうだね、うん、はいということでした、ね、皆さんもちょっと見てみてくださいということで一回 CM いきます先輩来週の接待なんですけどいいサプライズ見つけました 三振パッとくると言って30分なんと1万3000円で歌三振の人が来てくれますいいね今すぐ手配して三振パッとくる続きはウェブでえはいはすいませんはいはい、はいはい、じゃあいきます、うん、大人のホテル情報<ー>さあ、えー、ギノワンの大人のホテル情報ですけど明日お休みなんでね<お>どうでしょうか早速行ってきますかくれんぼクラフ 一部屋空いてます。Wow。続いてウォーターホテル。四部屋空いてます。Wow。最後ホテル源泉。あわこさん、もりおさん、いっぱい空いてますよ。Wow。あ、バーの後にね。あ、そうそう。でもあのカクテルで失敗しましたから。雰囲気はもう今壊れました。新しいになってるからね。雰囲流れで来てたのにね。まあ後輩だからね。あ、そうそ後輩だったんではないですけど。 どうでしたか、今日はちょっと青森含め、大丈夫かな、いまあ,あんまり攻めるとまたカルマが返ってくるからさ、いやまあでもそんなね、なんていうの、不条理に切れてるわけじゃないですかでもやっぱ、のりちゃんの、まあ、前の子どもの教育の本で読んだのと同じように、データで喋ると面白くて、うん、あ、そうか、日本酒の会社は4000もあって、それが1700まで落ちたんだっていうのは、うん、すごい勉強になった。うん しもうまずこれをやろうと思ってこのねりちゃんと見たときにすごいなっていうねそこはやっぱり思いますかとというころなでまら泡盛、どうなんですかね、なんか僕はあの沖縄でしか飲めないみたいなお酒になってもいいのかなとちょっとこう規模縮小しててう増やせばいいっ思うんなくが残したいんだったらあえてちょっとプレミア感をつけてそのためには減らないといけないと思いますよ。ででもそれは残るじゃないすか そういう形も一つでなのかなとまあでもこの個人事業主だから全然透明にはなってこないけど、うん、じゃあ社長たちが乗ってる高級車は何台なのかなとかさ、うん、知りたいとこはいっぱいあるけど、うん、そうですね、まあ、税金通じ込んでんだったらよそれは,権利,は <laughs> 権利っていうかそれはやるべきだと思うけど国は国会議員は出すさ、うん、この資産とかそんな感じで。 ちょっとエンディングでまた盛り上がってますけどすません最後<お>曲ではいあの借金をゼロにしたいっていう意味を込めて <laughs> 赤字系をゼロにしたい,ていあそっかゼロにね、はい、それでは聴いてください「奥川雅紀」<ー>「ゼロ撮ってる」ちょっとこの間テレビで勉強して。